皆様こんにちは。チェロを演奏しております畑一馬と申します。この度はうどん楽アーティストリレー百花繚乱に参加させていただきありがとうございます。本日はシューベルトの弦楽トリオ第1番をお聴きいただければと思います。この作品は第1楽章と短編が残された第2楽章の未完成の作品となっていますが、今回は第1楽章を演奏いたします。まだまだ不安定な世の中が続きますが、シューベルトの美しい作品で少しでもリラックスできる時間をお過ごしいただけましたら幸いです。また私事ですけれども、来年2021年3月28日に高松、丸亀町のレッツホールにて、感染対策を講じてピアノ四重奏のコンサートを開催できるよう準備をさせていただいています。もしよろしければ、ぜひご来場いただけましたら幸いです。それでは、シューベルトの弦楽トリオ第1番、第1楽章をお聴きください。